シームズ。こんにちは、リンです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。シームズ4の動画、今回も投稿していきたいなと思います。はい、今回はですね、また家作りの練習動画的な動画になります。はい、何個目かな？多分3個目ぐらいだと思うんですけれども、まあ、ちょこちょこっとね、時間を見つけては後ろで練習はしているんですけれども、今回の家のテーマは、まあ、名付けるとするならば、男性ゲーム実況者さんが住んでそうなお家 というものにしてみました。まあ、イメージですね。こんな感じなんじゃないかなという。はい。まずテーマに思ったのが、黒。なんとなく黒を連想しました。黒が好きそうな、まあ、勝手なイメージですけども、そんなイメージを連想しまして、あとは、まあ、私もね、実況的なものをやらせていただいてるんですけれども、実況を撮る部屋って基本的に、狭い方がね、いいなぁとなんとなくね、思うわけですよ。はい。広すぎると、声が響いちゃうんですよね。なので、今実況のお部屋を作ってるんですが、狭め、狭め、狭め。もう本当に、お風呂場かトイレぐらいの広さで、まあ、個人的には十分かとか思ったりするんですけれども、声も響いちゃいますからね。はい。まあ、そんな空間を作って、あとは、人が来た時に、まあ、私はなんですけど、あんまりマイクとか、そういった類見られたくないんですよね。電気屋さんの人とかさ、エアコンの修理の人とかがたまに家に来た時に、結構恥ずかしいので 見られたくないので、なんとなくなんですけど、ドアが多めで部屋、小分けになってるんじゃないかなというイメージ。私はちょっとそういう場所がないので、今ね、リビングで、まあ、プレイステーション4の配置的な都合で、リビングで撮影しているんですけれども、はい。そういう感じでちょっとね、分ける。部屋を分けるということを、まあ、練習兼ねて、今回はイメージしてみました。で、あとは、トイレとお風呂ね、結構なんかユニット的な感じに楽だからなっちゃうんですけども、今回無理やり、もうとにかく分けで行ってみようかなと思って、まあ、黒で統一して、ちゃんとトイレはトイレ、お風呂はお風呂、お風呂場はお風呂場っていう感じで今分けてます。そうするとね、どういう風に配置をしたらいいのかが、なんかわかんなくなってきちゃって、今ね、一番いい家の作り方をちょっとね、想像っていうか練習中なんですよね。物を置いてから壁を作った方がいいのか、壁を作ってから物を置いた方がいいのか。まあ、普通に考えると壁を作ってから物を置くんでしょうけど、それがなんかね、私空間を想像することがちょっと下手っぴーなので 物をこういう風に置きたいなーってやってから、物を置きたいなーと思って、その物を想像しながら壁を作ると、なぜかね、位置が合わないとか、物が設置できないとか、そういう現象が起こってしまったので、はい、今回は、ちょっと壁、物を置いてから、まあ、今はね、ちょっと違いますけど、壁を作るっていうやり方を、ちょっとやってみてます。はい。で、とにかく、色は黒。もうとにかく黒ですね。はい。私はここまで黒いのはちょっと嫌なんですけど、テレビとかで見ると大体なんか男性の部屋って黒を基調にしてる感じがちょっと見受けられたので はい。まあ、黒にしてみました。で、もう完全に別。いろいろと別ですね。寝室も、あとリビングも分けていて、人が来た時に見られる空間を、少なくしております。ただですね、やっぱり予算的な問題ね。まあ、このデータも、もう家を作ったらば、まあ、消去してしまうんですけれども、お金のね、上限があるので、置きたいものとかがやっぱ置けないんですよね。なので、できるだけ家が大きくなればなるだけお金がかかってっちゃうので、もうコンパクトにコンパクトにコンパクトに、でも住みやすくちょっとおしゃれに的なものを無理やり頑張ってるので、できもしないのに私。はい。なので、今ちょっとこんな感じになってってるんですけど、だいぶね、仕組みが分かってきたので、すごく今楽しいです。こういう形のお家にしてみたいな、こういう形のお家にしてみたいなとか、いろいろ想像しながらやってるので、まあ、練習していけば、まあ、少しずつね、できるようになっていくんじゃないかな、なんてね、自分を励ましながら家を作っております。ただ、2階とかその辺のシステムはもうちょっと全くわからないし、多分、1階でこんなにね、もう5000円、ちょっとしかもお金がないので、台所とベッドと、
家具的なものをちょこちょこって置いたらもうお金吹っ飛んでくんでね。うん、これ2階とかって作ったら多分倍？普通に考えたら1階分プラス、もう1個お部屋を作るとなると、倍になるんじゃないかなと思うので、ちょっと無理かもしれないなと、今思ってますね。うん。で、そのお金を貯めてからやるっていうのも結構時間かかっちゃうんで、もう最初に引っ越してきた時の、現金だけでやってるんですけれども、もうほんと1階一間、2階一間みたいな感じの、もうちょっと挑戦したいなと思うんですが、まだ階段とかね、1階もいじったことがないので、やっと屋根が分かってきた段階なんでね、その2階のシステムとかもね、ゆくゆく分かってきたら、まあ、やってみたいなと思うんですけど、なんかその、もちこちゃんのデータで遊んでる時に、豪邸に行ったんですけど、その豪邸がね、1階とか2階、あとバーも1階とか2階とかあるんですが、あ、これ今のはね、実況用のマイクを置きました。うん。パソコンとタブレットとスマホとマイクと、はい。とかなんとかかんとかって、なんか実況に使えそうなものをね、いろいろ置いてるので、マイクがあります。はい。そう。で、2階なんですけど、2階があるとちょっと移動しにくそうですよね。毎回上に下に行ってて画面切り替えなきゃいけないので、なんか、平屋の方が操作しやすいんじゃなかろうかななんてちょっと思ったりもしてますが、まあ、ゆくゆくはね、挑戦してみたいなと思います。はい。はい、でね、もう現金があと2500円ぐらいということで、収納がね、やっぱり難しいね。結局収納を置くスペースがなくなっちゃうので、下駄箱にコートかけと靴、まああれは普通ですけど、結局服をしまうタンスもなければ、なんか飾りとか雑貨を入れとくものもないので、まあこうやってね、本を剥き出しにしたり、まあこれは生活感出すためにやってるんですけども、まあポスターで飾ったりとか、まあ今こうやって見直してると、窓がなんか、ちょっと強かったかな。周りのフレームがね、牢屋みたいな感じ。そう、黒を強調したかったんで、で黒い窓とかね、いろいろ選んでたんですけれども、ちょっと窓枠がなんかおかしいね。うん。はい、そして屋根ですね。屋根はもう、この伸ばす作業を覚えましたので、はい、これでちょっとね、工夫したいんですけども、なんかね、なんだろう。私があんまり、家というもの、見ないというか、あんまりその、興味がないというか、世の中リアルのね、家の形とか、なのでね、屋根はやっぱおかしくなっちゃうんですよね。うん。おしゃれにできない。どうしてもマイクラの、まあ、通常、豆腐建築って呼ばれるようなものになっちゃうんですよね。前、マイクラで10個家を作るっていう挑戦をしたことがあるんですけども、やっぱりその形がほら、なんか、形がね、なんかもう本当に、なんか、ただただの三角なものが乗ってるみたいな感じになっちゃうので、ちょっとね、シェルターチックな感じになっちゃうんだよね。うん。で、窓をあんまりつけすぎて、中が見えちゃうととか思うと窓も少なくて周りから見るとちょっとおかしいっていうね。まあでも実況する部屋は基本的に窓ない方がいいんじゃないかなと思うので、あえてつけませんでした。はい。で、まあ色はもうさっきも言いましたけども、黒。とにかく黒。うん。男性をイメージして黒にしました。で、まあ、本棚を壁にかけて、で、一人暮らしをというイメージなので、一人用のベッド、一人用のテーブル、ソファ。で、ちゃんとテレビも置いて、トイレもお風呂も、黒にして、まあ、ちょっとね、お風呂にその、なんだろう、棚を置く余裕がなかったので、ベタってシャンプーとか置いてますけど、今回ちゃんとレンジも置いて、で、包丁のやつとかも置いて、で、やっぱりその扉で、きちんと分けるようにして、3個ぐらいかな。うん。結構リアルでもこれ住みやすい方にはなるんじゃないかなと思いながら、はい、やりました。で、まあ、実況、一番大事な部屋は、まあ、こう、きちんと物があって、あそこで立ってなんか喋る用のもあったりとか。で、一応少ないお金で壁に絵も飾って、あ、これね、トイレ座れなかったんで後で直しました。うん。こう撮影の時はこれ完璧だと思ったんですけど、手洗うところが邪魔で、トイレに入れなかったんで、もうちょっとね、左にずれてるんですけれども、はい、なぜか置けてしまったというね。で、もう寝る部屋にはもうテレビだけがあって、もう見ながら寝ると。はい。で、台所も綺麗にしていて、うん、流しもちゃんとつけて黒にして、で、絵はね、ピエロにするというね。まあ男性っぽくないですか？まあ女性もいいと思うけど、ここまでなんか黒にこだわるのはでも男性の方が多いんじゃないかなと思いまして、で、人も呼びやすいし、実況部屋は見られないし、はい。で、洋服はね、まあ、あれしかないんですけども、まあ、洋服に興味がないという感じ。で、やっぱり木は絶対に飾りたいので、外に、ね、木を置いて、ゴミ箱とポストを置きました。
はい。まあ、こんなお家になりましたね。はい。どうでしょうか。3個目のお家。なんとなくイメージしたのが男性の実況者さんが住んでるようなお家を作ってみました。はい。いや、なんか少しずつね、できてってるのがちょっと自分で嬉しいんですけれども。はい。また時間を見つけて家を作って動画投稿しようかなと思います。はい。最後まで見てくださった方、どうもありがとうございました。よかったらまたチャンネルに遊びに来てください。ありがとうございました。